どうも、ドズルです。はい、ということで本日もやっていきましょう。夜のクラクラのコーナーです。ほうほう。はい、ということで本日もね、まったりこちら夜のクラクラ遊んでいきたいと思います。ハロウィンがね、来ているんですが、今回夜の村でのハロウィンの変更点は、BGM のみと。せっかくなら夜村でもね、なんか出してくれればいいのにと思ったんですけれど、多分私が気づいているのは BGM のみの変更かなと思っております。で、結構ねこの BGM 私は好きなんですけれども、かっこいい感じでね、あのハロウィンっぽくて好きなんですけれども、まあ今日も平常運転で頑張っていきたいと思います。そういえばドズル像が、ドズル像じゃないわ、ドズルの文字がね完成しつつあります。 DOZLE って書きたいんですけれども、まあ今のところ O が C みたいに見えてるし、 Z がなんかカタカナの絵に見えちゃうかもしれないけど、多分完成したらちゃんとドズルって読めると思うんで、ちょっと楽しみに待っていてください。さあということで参りましょうか。今日はね、今日照でしょ、バトルマシン着工できればいいな。バトルマシンをレベル5にして、ビルダーホール6にしようっていうのを前回の動画でも話したんですけれども、あれからねちょくちょくやってるんですが、あ、そういえばさ、最近ビルダーホール6にめっちゃ勝つんですよね。でトロフィーが上がってきました。ビルダーホール6だからってもうこうビビるのはやめます、僕は。ビビらず戦います、私は。ただここはちょっと強めですね。もう援軍無視して一気にこっちからジャイアント入れていきたいですけどね、もうこういう配置は。そうだなあ、違う、ボンバじゃない、ジャイジャイでいきましょうか。ジャイジャイボンアチャで。最近流行りはね、流行りっていうか自分の中でのマイブームはアチャアチャジャイボンバーが好きなんですよ。でヒーローが強くなったら多分そっちの方が強いんですけど、まあ、この配置だとアチャそんないらないかなっていう予想でしかないけど、いやアチャ多めの方がいいか、ちょっと待って考える。いや、 やっぱアチャ多めでいきます。ごめんなさい、チキンでいます。そしていきます、いきます。さあまずはもうサクサクここは削っていきますよ。さあ削りを入れていきつつ、ここは一気にダメージ稼いでいきたい。さあどうだ、もうクラッシャー結構体力あるよね。よし、そしてこの枠のアーチャーで大砲とクラッシャーを壊しつつジャイアントを中に入れていきます。いきます、さあどう、かなりいいんじゃない、かなりいいんじゃない。中にアーチャーも入ってます。さあボンバーだとパーセンテージ削りたいな。よし、援軍が出てこないんでここは多分ね行ったと思う。あー、いや厳しいか、ちょっと待って、火力高いってばよ、火力が高いってばよ。 OKOKOK、 40%。よし、朝のパーセンテージ、さあ 50% いったらまあまあ十分ですね。あの星2つ 50% 取れば個人的には格上相手には大成功。うん、これで負けちゃったらもうしょうがないですね、不可抗力。ああ、これ届いちゃうか。さあ GG でございました。さあ頼む、相手が星1で失敗してくれることを祈る、頼む。よっしゃ、勝利、ありがとう。いや結構ねこの勝ちパターンあるんですよね。あの今だってトロフィーが2176、ちょっと前までより結構上がったでしょ。うん、ヒーローレベルがこれ5になると爆上げするかもしれませんね、トロフィー。さあということで今、あ、いける、アップデート、やばい、今日の動画の目標達成してしまった。いつもは結構10分ぐらいで夜クラ、なんか10分ぐらいだと一番こう動画としてなんかボケーと見れるかなと私は思ってるんですよ、一つね理論として。なんか3分ぐらいだとこう、まあ私の場合ですよ、私の場合は3分ぐらいだとこう見て終わってまた次の動画をクリックしないといけないじゃないですか。10分ぐらいがちょうどいい動画の長さだと思ってるんですが、皆さんどれぐらいがぴったりですか。なんか3戦ぐらいせめてね、こう10分ぐらいの動画っていうのが私のこう目標にはしているんですが、あ、じゃあちょっと上げようか、せっかくなんで。で265M使おう、今日は大奮発。そしてゴールドも使っていきたいですね。ゴールドはロケット花火か。ロケット花火は正直工事中でも空で攻められることほとんどないんで、ちょっとこっそり工事しときましょう。でこれでもう一回いこっか。今だってあれですもんね、この何だったっけ、メガマラソン、大工の拠点メガマラソン中で、特別期間中は勝利報酬のタイマーセール価格でリセットできますということで、多分いつもよりね2分の1ぐらいの値段でできるんですよ、これが。ポチッと、ほらね、
そしてこれをポチポチして、あすごい、もう課金しまくり。え、今日だけでめっちゃ使ったかも、もしかしたら。まあいいや。さあということでやっていきたいと思います。やっぱり3戦ぐらい攻めたいですもんね、動画としては。お、ここは私と同じ配置ですね。これね、苦手なんですよ、自分の配置のくせに。自分の配置だったら普通さ、こう攻め方確立してるじゃないですか、こういう攻め方がいいって。これ全然うまくいかないんですよね。でこの前も確か動画で上から攻めて失敗したので、今日下から行くか。これ難しいんだよな、本当に。ジャイジャイアチャアチャ でバトルマッシーンを中にうまく入れていきたい。そうありたい、私は。さあ参ります。ジャイのね、出し方がすごい大事なんですよね。いけるかな。参ります。さあアチャで削りつつ、はい、アチャで削る、アチャで削る、アチャで削る、はいジャイ、はいジャイ。さあジャイを入れて バトルマッシーンも入れていく。相手の援軍処理、ここはもう思いっきりの良さが大事なのかな。あとはもう中に入れます。いやー、バトルマッシーンレベル3になったけど、あでも硬い硬い、オッケーオッケーオッケー。いやー、じゃあやられてるな。いやー、これは星1つで終わりそう、ごめんなさい。このバトルマッシーンをあのクラッシャーにね置きたいんですよ、個人的には。クラッシャーにバトルマッシーン、ジャイアントをこの上の2連砲に当てて、そしたらうまい感じでね、こうビルダーホールまで伸びるんですけど、難しいな。ジャイをもっとこう上から出さないといけないのかな。ちょっとまた練習しときます。今日詳しい人いたら教えてください。多分ね、ジャイを本当に上から出して、ここにターゲット取らせてから、バトルマッシーンをここの、6時方向のクラッシャーに当てていくんですよね。奥が深い。夜クラもなんかターゲットの方向変わったのかな。昼クラはね、変わったんですよ、昼の村の方は。そこも含めてちょっと データ収集というか勉強しとこう。さあ勝利。ああないか。相手はロケット花火をついてきましたね。ロケット花火工事中だったので、あの空攻めしてきました。さあ本日ラストいきましょう。1日3回攻め。さあ今回はあれですね、1つ格上、ビルダーホール6でございます。ビルダーホール6との違いは防衛説の硬さなんで、攻撃力はほとんど一緒なんですよね。これどうしようかな。クラッシャーに出会わずにジャイアント大量に入れれるんであれば、12時方向からの攻めもあり、ありありのあり。まあでも結局な、結局出会っちゃうからな、これ難しいですね。こうアーチャー一枠だとどうしてもパーセンテージが伸びないんで、今回もいつものごとく私の鉄板編成、こちらでいきたいと思います。アチャアチャジャイボンバー。どっちから行くか問題なんですが、やっぱクラッシャー無視したいんで12時方向から行きましょうか。うん、援軍の処理をスムーズにしたいですね。さあ援軍出てこい。外で処理できたら最高。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。悪くない気するけど。お、相手もう終わった？感染者がついた。あ、でも、あ、感染者2人だ。あのね、暗面の可能性があるんですよね、最近。あ、やばい。中行くな、中行くな。よしよしよし、ナイス。さあ、行きます。暗面の可能性があるから、相手がなんか早く諦めたなって思って、普通に行くと痛い目見る。これ、壁、OK。壁破壊して、さあ、あとアーチャー。バトルマッシーン。やばいやばい。バトルマッシーンが中に入ってもらわないと困る。オッケー、キャンプの方は削り OK。さあ、いいんじゃないですか。クラッシャーの方にも多分行かなくて、バトルマッシーンが多分、ビルダーホールまで行ったんで、いい感じ。よし、OK。さあ、あとはパーセンテージ稼ぎですね。残り2体をどうパーセンテージ稼ぎに使っていくか。いいですね。中がスカスカな配置は伸びやすいわ。気持ちなんか若干強くなった気するしね。あとどこ行こうかな、難しいですね。アーチャー1体とボンバーで削れるとこあるかな。アーチャー1体でここを削って、ボンバーどう行く、ボンバーどう行こうか。ワンチャンこの
中のキャンプ、アーチャーが中入ったタイミング、ここ、あー、届かないか、頼む、よし、ナイス、53%、これ、相手が 52% だったら、今のファインプレーが、さあ、どうだ、おー、勝利、ありがとうございます、いいですね、今回、2回、相手に、格上相手に勝ちました、お、ダークネクロ使ってる、ちょっと見てみよう。ダークネクロとか移動包帯とか私全然使ってないですからね。ダークネクロは確かビルダーオール6から解禁ですよね。結構痛い、あ、結構レベル高いな。こっから守ったのはでかい。この配置なんだかんだ優秀なんですよね、本当に。結局優秀なんですよ。さあ、アーチャーもちゃんと爆弾で吹っ飛ばしながら、そうですね、このジャイアントがやっぱクラッシャーに向かっちゃうようじゃダメなんですよね。さっきも私クラッシャーに向かっちゃったんですけど、クラッシャーにジャイアント向かってしまうとこんな感じでジャイアントまとめて処理されちゃうんで、いやーでもパーセンテージ、あーでもどうなんだろうな。ダークネクロもまだ全然つかめてないですね、私は特徴。はい、ということで、じゃあ本日のね、戦歴は2勝1敗かなまあまあまあ、いい感じなんじゃないでしょうか。ビルダーホール6にね、バシバシ当たって、まあ、トロフィーが着実に上がってきているので、まあ、これからもね、まったり遊んでいきたいと思います。で、ビルダーホールを6にするのと、ヒーローをレベル5にするのね、これをちょっと最速で、めがけて頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひビルダー6、一緒にね、ビルダーホール6にしたいっていう方、一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、じゃあ本日の夜くら、こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。